感謝します。最初に一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、この証の時を感謝します。御心のことだけを語ることができますように、あなたに期待してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。まず最初に本当に鳥なしの祈りを心からありがとうございます。今回は本当に鳥なしの祈りに支えられたなっていうのを感じることができて、で私はアメリカチームから大学見学で残ったんですけれども、もう中身が濃ゆすぎて多分全部明かしするのは難しいと思いますので、ピースとしてということと大学見学のことを明かしをさせていただきたいと思います。でその前にですね、今回はリエちゃんと一緒に2人で行ったんですけれども、リエちゃんと私同室にならないで買ったんですね。でちょっと申し訳なかったな、大丈夫かなと思ったんですけれども、リエちゃんがひとみちゃんっていうことを同じルームメイトになったんですけど、すごく楽しそうで、ロサンゼルスの空をホテルから見ながらポテトチップス食べながら語ったとかなんとか言ってですね、で本当に楽しそうで、最終日に私からひとみちゃんにりえちゃんがすごく楽しそうでよかったって、ありがとうございますって言ったら、ひとみちゃんの方こそりえちゃんでよかったですってことを言われてですね、なんか本当に一人一人にとってとても良いキャンプだったんじゃないかなと思います。で私も本当に祝福されました。で一つ心に残ったのはアズサストリートで、ここはアメリカでリバイバルが起こった場所って言われてるんですけど、それを1日目に行ってですね、私個人的にすごい西坂と同じような臨在をすごく感じて、すごい爽やかなすっきりしたものを感じて、すごく嬉しくなって毎日そこに通わせていただきました。で今回はパウロ牧師も そちらに導かれたということで後から聞いたんですけれども、他の人たちもみんなそのアズサストリートがすごく心に残って良かったって言ってたんですね。だからなんかここはポイントなのかなっていうふうに感じました。で私自身ピースとしてなんですけれども、本当にお祈りをありがとうございました。実はアメリカチームに行く直前の日曜日にですね、若干お母さんとかお父さんとかジョイ牧師が賛美を聞いてくださったんですけど、私は英語で聖なる都エルサレムを歌おうと思ってたんですね。でも正直ちょっと臨在が落ちるんじゃないかっていうことで、私自身若干ショックを受けてしまって、いろんなことを思って、なんかその時にすごく分かんないんですけど、すごく辛くなってですね、でその時になんか全然お祈りもできないし練習する気にもなれないくなって、で次の日アメリカチームに行くっていう時になって、もう全然今まで楽しみだったのに乗り切れなくなってしまって、感謝だなと思いながら行きました。そしたらその長崎から羽田に行く時にユナイテッドの飛行機、アメリカに行く飛行機が行かなくなりましたっていうことがミッションから言われてびっくりしたんですけど、ここまで来たら御心なんだろうなと思って、私本当に感謝したんですけど、結果的にそのおかげで私はシンガポールエアに乗り換えることができて、アメリカチーム全体としてですね、みんな同じ飛行機でアメリカに無事に行くことができました。で私自身ゴスペルショーケースで聖なる都エルサレムを結果的には祈って、英語の訳を最初に言ってから日本語で白馬で歌った通りに賛美をさせていただきました。もうすごく自由に心から賛美することができました。で今回は中継もされたということだったので、それを聞いてくださった方はどうだったかなと思います。本当に主に感謝したいと思います。でその後ですね、実はゴスペルショーケースが終わった後、私はすぐスティーブさんたちが帰ると思ったんですよ。なのになかなか帰らないんですね。でずっといるのですることもないので、スティーブさんたちと一緒におられた黒人の女性の方のところに行って、ヒルソング歌われてましたよねって、何が好きなんですかって言って、フィリピンの方たちと同じようなノリでシャウトゥダロードとかいろんな曲を一緒に歌ったんですね。そしたら後から聞いたら、今までそんなことはありえなかったということで、今までは私たちが歌って彼らが歌ってもうさっさと帰ってしまっていたという、なのに今回は本当にそこまで残って、でそういう深い賛美ができたっていうことで、すごく神様が触れられてたんじゃないかなと思います。で来年は10年目ということですので、ゴスペルクラブも行ってなんかすごく今回祝福されたと思いますので、10年目ということなので、来年にまたさらに期待できるんじゃないかなと思います。で
思います。で、私はピースとして、私自身として 2日目の礼拝の特別賛美と蒼天礼拝で2回前に立たせていただきました。で、その時にイスラエルとピースとジョイで立って、久保田牧師が賛美リーダーをされたんですけれども、すごく楽しくて、なんか新しい感じだなというふうに個人的にも感じさせていただきました。で、まだまだたくさんあるんですけれども、アメリカチームは本当にそういう感じで、個人的にも多くの祝福を受けました。で、大学見学なんですけれども、大学見学で残りました。で、私は金曜日と土曜日と日曜日でですね、で、日曜日に実はすごく体調を崩しまして、朝から2回吐いてですね、昼も吐いて、もう気持ち悪くて、で、まあ、感謝しながら賛美しながら1日を過ごしました。で、月曜日の夜、朝の礼拝に出て、その後なんとか体調も若干きつかったんですけれども守られて大学見学に行きました。で、その大学見学がチャーチオンザウェイの、ジャック・ヘイフォードの、まあ、一環の中の大学でありまして、行きました。で、最初マルタさんっていうとっても名前が素敵な方なんですけど、方が大学を案内してくれたんですけど、英語がちょっと若干話せなかったんですけど、まあ、大学を案内してくれて、そしたらその時に実はもうテキサスにメインキャンパスが移るので、こっちは縮小すると。ただ私が受けたいワーシップリーダーコースは残って、今度からプレイヤーチャペルで全部授業を行われるって。だから正直案内できる場所がないんだっていうことだったんですね。でも図書室と、まあ、講堂みたいなのを見させてもらって、そしたらちょうどその時にパスターサイっていう方がですね、で、彼はジャック・ヘイフォードがすごく用いられて、今もなんですけど用いられてた時に、若い頃にワーシップリーダーを導かれていて、そのパスターサイが賛美をしている時にジャック・ヘイフォードがメッセージをするっていう、そういうスタイルだったそうなんです。で、その方にちょっと出会うことができて、一言挨拶をして握手をして、その時にすごく導きを感じて、あ、この人なんかすごいなというふうに思いました。で、その後また戻ってきて、なんか質問したいことありますかって聞かれたので、 Facebook 氏からも言われてて、もし聴講できる授業があったら一つでもさせていただけませんかっていうのを聞きました。そしたらなんとその日の夜にジャック・ヘイフォードの授業があるということで、しかもプレイヤーチャペルであるということでですね、で、あなたはゲストなので特別に聞かせて大丈夫ですよって言ってくださいっていうことで、行くことができました。で、実は祈ってたんですね、もし御心だったらジャック・ヘイフォードに会えますようにって祈りながら、無理だなと思ったんです、会えるわけないなと思ったんですけど祈ってたんですね。そしたらジャック・ヘイフォードに本当に会えることになって、で、ジャック・ヘイフォードでプレイヤーチャペルに行きました。そしたらそのまず最初に受付に娘さんの教授の方がおられて、で、サンビリーチーム導かれたサンビリーダーの方が、ま、お孫さんでですね、で、その時に歌われた曲が How Great Is Our God っていうヒルソングの曲なんですけど、これはゴスペルショーケースの時に黒人の女性のジェシカさんという方が歌われた曲なんですよ。で、その方は本当は歌う予定なかったのに、スティーブさんに何か歌えって言われて急遽その曲を歌ったっていうことを聞いてですね、びっくりしました。で、その後に歌われたのが I am here for you っていう、神様あなたのために私は今日ここにいますっていうゴスペルで、すごく本当に感動して、その後にジャック・ヘイフォードのメッセージも聞くことができて、1日目を終えることができました。で、火曜日に行ったんですけど、そしたら実は火曜日の朝パスター祭の授業があるということで、それを受けることができたんです。で、ロサンゼルスっていうのはだいたい車がすごく渋滞して、渋滞すると1時間2時間かかるんですね。なのに今回は渋滞することなく行けたおかげで、朝から授業の前にパスター祭に賛美を聞いてもらうことができて、で、なぜ聞いてもらうことができたかっていうと、愛ちゃんっていうロサンゼルス教会の方の家にホームステイをさせてもらったんですけど、その愛ちゃんがなんですけど、私のその行きたいワーシップリーダーコースにある課題曲があるんですね。その課題曲の楽譜を持ってたんです。で、私にくれたんですね、それを。で、それヒルソングなんですけど、そのおかげでパスターさんにその課題曲と
翔子ちゃんが作ったんですっていう、まあ、翔子ちゃんは先輩なんですけど、その大学の翔子ちゃんが作った曲ですっていうことで You are my God を安らぎの中から2曲聴いてもらうことができました。で、その後もすごいお話しすることができて、で、授業を受けたんですけれども、その授業がすごく良くて、賛美隊としてっていうことを語られてたんですけど、2つだけちょっと時間を少しちょっと話させてください。あの、ワーシップリーダーっていうことを語られた時に、皆さん賛美したいですよねって、あなたが賛美したいんであれば家に帰ってください、それからがあなたの賛美の時間ですよって。賛美リーダーっていうのはユナイト、一つにするんですって。で、彼があの賛美の曲歌ってて、あの Oh the blood of Jesus for she is me って歌ってたとします。その時に目の前に全然賛美をされてない方がいられたとします。そしたらその方にもう聖霊様が望んでほしいって賛美リーダーが思った。そしたら神様がハレルヤって違う曲を歌うんですね。そしたら選曲を変えて、その後に Oh the blood of Jesus washes me ハレルヤって歌うんですよ。そしたらその彼がハレルヤっていう風に歌ってくるって。で、そうして一つになっていくんだって。で、すごいなと思って、その聖霊様の導きと同時に音楽的技術ですよね。あのバックはそれについてこないといけないのでっていうことなんですけど、そのことを言われてて、なんかすごく精霊にあって自由だなっていうのを感じてすごく楽しかったです。っていうのと、もう一つは、彼はあの授業の中で何度もパスタージャックっていうふうに、ジャック・ヘイフォードのことを何度も言われてたんですけれども、パスタージャック、パスタと同じビジョンを見て賛美しなさいっていう、神様が建てた器である牧師のビジョンを見なさいっていうふうに言われてたんですね。で、まあ本当に神で、その人はパスタージャックをすごく信頼していて尊敬していたんだなっていうのを授業を見ながらすごく感じたんですけれども、すごく2時間、もう濃い時間を過ごさせていただきました。ちょっと英語が若干わかんないところもあったんですけれども、すごく良かったです。で、あの、まあそういう感じで、あの、本当に祝福された時を過ごせて、なので、あの、まあ、個人的にはすごくそこが御心だなっていうふうに感じました。で、あの、できればそこに夏、8月入学なんですけれども、本当に御心であれば入学したいなっていうふうに今考えているところです。で、アメリカチームもまだまだ語りきれてないぐらい祝福されましたし、大学見学の中でも多くの方々の祈りに支えながら本当に祝福された時を持てました。本当に以上で証とさせていただきます。愛する天のお父様、この時を感謝いたします。感謝してイエスキリストの皆にお祈りします。アーメン。どうです、できますか。無理